パンクラス335336、全試合無事終了いたしました。選手の皆さんお疲れ様でした。昼夜2大会ということで、試合数も計14試合ありました。その中でも、昼の部で中田選手対、高木選手の衝撃 KO で、フィニッシュだったりとか、夜のメインイベント、田中選手が、外国人選手に判定勝ちしたりとか、あとちょっと夜の部私が注目したのは平田選手の、ね、グラウンドコントロールとかね、最後フィニッシュしたりとか、すごい、テクニカルな試合だったと思います。数ある試合の中で私がベストバウトだと思った試合が、前田選手対ジョセフ・カマチャ選手がすごく一進一退で私の中で本当ベストバウトに見えたんですけれども、ジョセフ選手が体重超過で計量パスできなかったのを前田選手が承諾して試合が組まれたっていう形でなって、そういう色ついてしまっているので、なんかちょっとベストバウトにはするにはちょっと美しくないなっていう自分の中で合うので、今日は特別にベストバウトというよりは一番観客を沸かしてくれた選手たちを称えるような試合を選びたいと思います。2つあるんですけれども、1つ目は黒沢選手の右クロスの KO 勝利、一発目また倒して右クロス、その後もう一発同じようなパンチで右クロスで、もう相手を完全にノックアウトした、あのパンチすごかったですね、はい、またベルトを取りに来たって言ってるんで、今後の展開すごい期待したいです。もう一つが、中田選手対高木選手の対戦だったんですけれども、高木選手が見事右ストレートで、KO したんですけれども、中田選手は、非常に打たれ強くて、見えてれば効かないという信仰のもとに、やっぱりこうガンガン前に出てくる、スタイルの選手よ。で高木選手も煽り V で、死んでもいいなら前に出てこいぐらいのね、バチバチの感じで始まったんですけれども、それを一瞬の隙をついて右ストレート入って、有言実行で、見えてでも効かせた高木選手の KO 勝利を、選ばせていただきます。次回のナンバーシリーズパンクラス337、9月24日立川ステージガーデンで行われます。この大会はパンクラス30周年記念大会の第1弾として行われます。カードはほぼまだ発表されていないんですけれども、30周年記念大会ということで、熱いカードが組まれると思うので、皆さんぜひ期待しててください。次回もご視聴よろしくお願いいたします。